はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日は名刺のですね、まとめということになります。名刺をですね、東西南北北東東南南西西北という感じで8方向に分けまして、そのあたりに、こうね、いろんな運勢がある。こんな風に考えるんですよね。ですから、そのあたりをきっちりとロゴ等で埋めておくというのは大事なことです。で、一般的に言われている運勢なんですが、北は芸術、統率運、北東は女性関係、東は働きのある金銭運、東南は蓄財資産運、南は人気運、南西は男性関係研究運、西側が技術関連運、北西が開発攻撃関連運ということになります。名刺が与えるインパクトは結構強いので、100枚配ったら5件ぐらいは問い合わせが来まして、実際の、そうですね、契約になるのは100分の1か2なんですが、でも安いもんだと思います。あと、この肩書きも工夫するといいと思うんですよね。私の知り合いで、数学の便利屋っていうふうに肩書きに入れてまして、しかもなんかヒノキの名刺なんですよね。捨てませんね、ヒノキの名刺は。1枚200円しますから。で、結局数学の家庭教師をたくさんね、やってる方がいらっしゃいます。ちょっと名刺は少し張り込んでいただくと、相手も捨てませんし、インパクトも残りますから、ぜひやってみるといいでしょうし、更新したらですね、必ずまた配り直す、そんな感じでやってみるといいのではないでしょうか。はい、ということで、次回からまた新しいテーマにしたいと思います。ではまたアップいたします。